救急車。はい、次の住み方隊長、次の住み方でございます。はい、ですね、周回ができないと、ちょっと救急車が通り過ぎるの待とうかな。待ってもいいよね。待ってもいいさ。じゃあ、いたんです。気づいちゃいたんですよ。戦闘回数が少ないから、疲れちゃうっていうのはね。あら、こんなところに出ないで。そうですよ。同意しますよ。閉じて、とりあえず閉じてください。これは CM やな。はい、ごめんなさい。カスペルスキーが今アップデートのお知らせが来ました。はい、じゃあ気を取り直してね。はい、どうも、次の住み方隊長、次の住み方でございます。うわ、なんか、今ですね、撮り始めたところですね、救急車が家の前を、はい、緊急車両が家の前を数台通り過ぎていったんで、いや、やり直し、で、通り過ぎたのを確認して喋り始めたところ、セキュリティソフト、カスペルスキーなんですけど、うち、それのアップデートが表示されて、いや、別にそれ映ってもいいんだけど、撮り直しという感じで今、3回目の撮り直しをしております。はい、はい、どうも、次の住処でございます。周回ができないと、前回嘆いておりましたところですね、まあ、ちょっと皆さんから温かいお言葉、ご指摘いただきまして、まあ、先導回数が少ないとどうしても疲れやすいっていうのは分かっちゃいたんですけども、そのね、私の場合どうしても9戦目10戦目が乗り越えられなかったわけです、同じ舞台で、というわけでですね、ちょっと1戦から4戦をやってます。この舞台1はちょっと弱くなったんですけど、これで4戦までします。はい、で第2舞台でこれで7戦までします。はい、3戦ですね。3戦やって7戦までします。で、最後の3戦をこちら。あ、はい。で、するというふうにしたところですね。はい、前はほら、4戦、1戦で全4部隊使い切ってたんですけど、4戦、3戦。で、次の週はこの子たちを使って4戦、3戦みたいな感じでね、始めたところですね、10週ぐらいしても疲れなくなりました。はい。ありがとうございます。やってみるもんですな。やってみるもんです。というわけでね、そこからちょっとペースを上げてぐるぐると回り始めておりますよ。おります。なんだって大事してやる。野戦の乱になっている。無理野戦の乱。赤がちょっと戻って拒んで補充。行ってみましょう。はい、ただあれなんね、10回ぐらい疲れなくなったって言ってるけど、つまりそのもうずっと周回してるから、これ撮影してたら疲れるんじゃねえかなっていう、そういう不安はある。なんだ、やっぱり疲れてんじゃねえかみたいな。いいの、押されてる、だいぶ押されてるね。大丈夫。1戦目から取りこぼしておりますが、はい。ちょっとね、もうこの舞台は、一番最初のこの舞台はね、ちょっと弱体化しました。以前に比べて。はい。もう、周回をする方を優先しました。はい、
勝ちきれなくてもいいと。SA 出なくてもいい、 B でいい、 B でいい、うん、C はちょっと勘弁、 B でいいっていう、それぐらいに、それぐらいになってます。これでもね、安定してきたんですよ。安定してきて周回ぐるぐる回れるようになったのはありがたいんですがね、こうなるとですね、こうなるとあれが襲ってきますね。あいつが、虚無が襲ってきますね。おかしいですよね。大好きなゲームをやっているだけのはずなのにね、なぜかですね、もう今何戦目だ、あ、舞台変えなきゃ、今何戦目だ、あ、舞台変えなきゃしか考えてないんですね、やってる間。これかね。やられません？どうすか皆さん。僕ね、ちょっとね、それがやられちゃってね、なんか他のことしながらやろうかなとやっぱり思いますね。本当に大丈夫、いい、もうこれ4戦目だから、ここでねやられるのはもう仕方ない。泣き狐がね、ほらやられたでしょ。ね、9戦目10戦目を同じ舞台3で乗り越えるために、舞台3にちょっとテコ入れしたんです、現存勢力で。でここにね、だからやられるやられるって言われてたバキさんと泣き狐を舞台1の方にこう連れてきたんでね、ちょっとね勝ちきれなくなってる。そしてまあ第4戦でね、ミトタンが出てきた時に、緑の担当が出てきた時にバキさんか泣き狐かどっちかやられる。でももうええね、5戦目のここで交換だから、ここで第2舞台行きましょう。行くわよ。はい、準備いいか、じゃあ行くぞ。いや、やっとやっとなんかお手ぎねを使えるイベントが来たよ。いや、使ったらいいんだけどね。別に温存してた、温存してたんだよ、温存してた。うん、ひぞっこだから、うちのお手ぎね。ひぞっこだから。基本、どんなひぞだったかっていうと、基本、ヤマンバギリが匿名調査に行った時の禁止役。だったんですよ。基本ね、そうそうそう。でずっと禁止を一緒にやってるんだけど、花火を見るときは山間切りと見るというね、そういう都合のいい男だったの。言い方悪いな。でもそんな女の子多くないですか、多くないですか。やっとね、ちょっとほら、ね、舞台2のリーダーだよ。レベルもやっと88かな、89かな。もうこの舞台にはもう昼舞台なんでね、ここでもう一戦いけるんですけど、そうしちゃうとまたね、次の舞台が2戦しかしないことになっちゃうんで、やっぱね、前回のやり方下手すると舞台によっては1戦しかしないみたいな状況やったんで、まあ確かにそれは疲れちゃうよね。はい、舞台3、これです。はい、でこれはこれでね、カネさんと、堀川がやられやすかったんですけど、夜の舞台になると、いや夜のステージになると、もうカネさんは闘争3つ持ってるんで、堀川の方をちょっとね、安全地帯に放り込みました。さあ、ただ毎回じゃないけど、これでベイブレード野郎も倒せるんで、これでね、これでなんとか強いでしょ。強いでしょ。ちょっと手こ入れしたから、沿線で厚みを増して、よし、よかった。
ミドタンが一人ならね、大丈夫、大丈夫なんですよ。やっちまった。鎧なんざ神と同じよ。僕についてこれるかな。勝てばいいよね。あれあれ、すごいかっこよく、かっこよく次の第10戦でベイブレード野郎ダクをぶっ潰すところを見せたかったんですけどね。どうしよう、アイテム使うか。あーでもアイテムは限界があるからな、数に限りがあるので、せっかく4部隊いるん でこうなった時のためにね、最後に昼部隊が1個残ってるんで、でこの子は1戦しかできないんですけど、次の週で使います。はい、それでバランス取りましょう。準備はいい。部隊4の皆さんに来ていただきました。頑張れ頑張れ。おお、たとえ敵が大量であろうと恐るるに足らず。オッケー、お土産話がたくさんできたな。180取れたら十分でしょ。俺が一番でいいのか。いいよ。しっかり活躍して、金さん拗ねないといいけど。金さん拗ねちゃった、拗ねちゃったっていうか、金さん重傷。武器としての本業に励んだ結果だよ。まあこんな感じでね、もう余裕で回れるっていう。やられてるところを、あれ昼すごいかっこよくこう連戦連勝してた、どうしてこう撮影をするとうまくいかないかな。大丈夫かな。あ、大丈夫大丈夫。さっきカネさんがね、一人だけ吹雪いてなかったんで、さっきまでね、一回当てをやったんですよ。函館行って吹雪かせて返したんですけど、今重傷食らったせいかようわからんけど、食らうとあれやっぱ疲労するんですよね、きっとね。そういう要素も多分あるんでね、もう吹雪いてないな。もう吹雪いてないか。そうか、でまあこんな感じでね、今ちょっとだいぶ苦戦しましたけども、疲労はねだいぶ軽減されました。はい、なんだって退治してやる。元気な状態で始めても5週ぐらいで疲れちゃってたんですけど、これ10週ぐらいしてもね疲れなかったんで、本当に、うん、やっぱ戦闘回数なんだなと。だからそうね、2、3戦ぐらいさせた方がいいみたいでね、どの部隊も。出ます。部隊3つで4戦3戦3戦で、最後の一部隊は何かあった時のためみたいな感じにしといた方が周回はしやすいかな。一戦で終わらせると疲れちゃうね。いやー、その目気に入らないな。まあお気づきになられたかと思うんですけど、お年玉が3万を超えまして、もうすぐ4万に、はい、なろうかという感じでございます。結構やってんじゃねえかみたいな風に思われたかもしれませんけどね、今日ね、今日お休みだったんで、ひなが一日やってましたよ。で集会もね無事できるようになりましたんでね。そしたらやっぱね、これね、なんででしょうね、集会系のイベントの時はもう
必ず虚無にやられますね。虚無虚無プリンに襲われてしまってね、やられちゃうんすよ。なんでちょっとね、その本当にその舞台変えるってことしか考えなずに、それしか考えてないから 無になってんすよね、ほんまに。それが疲れるんすよね、すごい。おめえゲームしてるだけじゃねえかって言っておめえぼんやり画面見ながらゲームしてるだけじゃねえかって思われたらあれなんですけどね、それがねきついんすよあのほら、私ねブラウザーゲームね、ほんとね初めてなんじゃない、トーラブが。あれやってたか、スマホでプロ野球スピリッツをやってたか。あの基本ね、その出先とかでスマホでゲームする人間じゃなくて、私その休みの日とかにね、あのフロムのゲームをちょっと時間を見てがっつりやるようなタイプだったんでね、こういうねなんかこう少ない刺激がずっと続くっていうのがね、慣れてないんですよ慣れないんですよ、やられちゃうんですよこれで、それをそれでこう過ちを起こさないために、間違ってここでほらさ、これイベントだから大丈夫だけど、こういう状態で次の戦闘が行ったら大事でしょ。それを付付するためにもう今こうやってね喋りながら自分の状況をこう喋ることでね、皆さんに喋ることで確認してるわけですよでさっき第3部隊が、10戦目まで行けなかったんで、1戦だけ第4部隊を使ったんで、今回の昼は第4部隊を使いましょう。けてね、こういうのをね確認しながらやらないと、絶対ね喋らずにやってたらなんかもうほんま、あ6戦目だから変えなきゃ、あここ本当は4部隊使うところだったんだ、また2部隊使っちゃったとか、そんなミスばっかなんですよ。俺ぼんやりしてるわけじゃないんだけど、やられちゃうんですよね、やられてしまうのですよ、やられてしまうのです。現存部隊で戦います。ね、こんな風に突然外国人になったりするんですよやられてるとどんどんこんな風な喋り方になってしまいます。誰やこれ、あれかな、最近見た外国人さんは YouTube で最近流行ってるあのロシアのバイク乗りのローマンさんかな。いやローマンさんが流行る前からたまに片言になってたな俺。4戦目です。敵のならず者たちを蹴散らしてやります。かっこいい、意識さんかっこいいよ、役落としだ、かっこいいよ。で第3戦、ここでちょっと次こそほら第3部隊の皆さんちょっとかっこいいとこ見せてくださいよ。9戦目10戦目までいけるってこうね、サニワの私が言ったことをこうさ、こう視聴者の皆さんに、サニワ仲間の皆さんにこう証明してやってくださいよ、ビシッと。ほら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 、強い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 、そうですね。ここで8戦目のここでは S が出るんだよ、強いんだよ舞台さんの皆さん。さあここ、おいしいミドタンも一人ではいけるぞ。よし大丈夫、しのいだぞ。いけるいった、ほら大丈夫倒しきった、偉いそう。
で、願わくばこいつらも倒してほしい。ベイブレード野郎、あっ、うん、大丈夫大丈夫、出た出た、カネさん出た。やっあ、真剣必殺出たらダックも一撃だ、強いね。あー、おー、やるやん。おー、いいもん見れたよ今。かっこいいよカネさん。真中、武器としての本業に励んだ結果だよ。石切さんかっこいいよ、いいよいいよ。活躍して金さん住めないといい。いや金さん今5万円つやと思うで、最後かっこよかったから。まああの真剣必殺が出ちゃダメなんですけどね、このイベントの場合はまあいいじゃないね。最後だったらこれがね、あの青野原行軍とかだったらもうそこまでって感じだけど。 OK、 というわけでね、あのなんとか進軍ができるようになりましたと、はい、いうお話でした。で多分ね今もうすぐ4万でしょ、もうすぐ4万、うん、やっとか。あの多分次あたりね、多分次あたり私ね動画上げないか、あ上げたとしても多分だいぶやられてると思うんで次あたりはやられてんじゃないかな。今日はほらあのね、やっと舞台が落ち着いてこれで周回できますよっていう、まあそういう報告だけど、次あたりはまたちょっとサニワ仲間の皆さん、僕はもうダメですみたいなこと言ってるかもしれない。まあね、それぞれ皆さんそれぞれのあのねレベルに応じて奮闘してらっしゃると思いますが、お互いねちょっと寒いんで体にも気をつけて、心もやられないように年末年始このイベント頑張りましょう。まあこんな感じで、そうですね、週に2回ぐらい、トーラブの配信をしてますんで、もしよろしければまた遊びに来てください。はい、ニコニコ動画のフォロー、YouTube のお気に入りのチャンネル登録などなどよろしくお願いいたします。